会社というものは必ず倒産します。経営にとって重要なのは経営者がいかに素直な経営者であるか。極論を申しますと、こんにちは、小林と申します。いつも私どもの YouTube をご覧いただいてありがとうございます。今日は会社の作り方、あるいは会社とはどういうものかということについてお話をさせていただきます。まず重要なことは、皆様方が事業を始める場合にはどういう動機を持って事業を行うか、それぞれの動機があるはずなんですね。例えば一旗あげたいとか、お金儲けをしたいとか、社会に貢献したいとかですね、夢を実現したいとか、いろいろあるかと思うんです。私の例を話すと、私は金儲けをしたいということで大学時代にゼミの先生に申し上げましたら、ゼミの先生から非常に笑われました。金儲けをしたいと思って事業を成功することはありえないよということでですね、その意味が、22、23歳の頃ですから分からなかったんですけども、長く会計事務所の経営をやっておりまして、いろいろな会社の経営者を拝見してまして、その大学の先生がおっしゃったことが理解できるようになりました。私どもが実務で取り組んでいる時に相談されることは、税金を安くしたいから会社組織にしたいっていう人が圧倒的に多かったんですね。でところが現実の経営を見てみますと、 65% ぐらいは赤字会社なんです。ほとんどの方は赤字で経営をしているわけなんですね。だからそういう場合には税金云々っていう問題は会社作りにはあんまり影響ないわけなんですね。会社作りっていうのは基本的にですね、いい組織を作って、そして収益を上げて、結果的にそこで働いている人たちに還元し、そしてさらに国家にも納税という形で奉仕をし、そして社会に貢献する。教科書的に言うとそういうことが大事だと思うんです。また会社の組織、種類にはですね、株式会社とか有限会社とか合同会社とか合資会社というのがいろいろあるんですけども、ただ単に税金を安くしたいということで会社作る場合には、一番お金のかからない合資会社とか合弁会社とか合同会社とか、ただ事業的に大きくしていって、そして組織も大きくして、より大きく社会に貢献したいということでしたら、私は株式会社を進めております。株式会社というのは出資者の出資金の割合で責任を取るということですね。例えば自分が100万円出資して会社を作れば、100万円の範囲内で責任は取ると、それ以外は責任取りませんということになるわけなんです。だからそういう意味では有限責任と言いますね。それと同時に無限責任の会社もあるわけですね。その会社を作った以上はですね、永久的にその会社の責任を持っていかなきゃいけない、それは債権者等に対してですね。そういう意味で株式会社がいいんじゃないかと。重要なことは、会社を作っても一人では個人事業と同じですからね、ほとんど会社を作る意味がないということです。会社を作るメリットというのは組織化できるということなんですね。それは皆さん方一般の人たちもですね、自分が就職する場合には個人事業の男と法人組織の男とどちらがいいかといった時、やはり法人組織のところを優先的に就職先として選定すると思うんです。そういう意味からしましても、法人組織、特に株式化制度を応用して会社を作っていくのがいいと思うんです。そのためには、何のために会社を経営しているのかという理念づくり、それからどういう方針を持って会社を作っていくのかっていう方針づくり、それから着地点はどうするのか、そういういろいろな考え方が重要になるんです。会社を作り運営する場合には、いろいろその専門家の方のアドバイスを聞きながら会社を作っていくのが大事だと思うんです。会社というものは必ず倒産します。それはなぜかというと、我々生命のあるものは必ず死というものを迎えますよね。会社も生まれた以上は死ぬんです。その会社のというのが倒産ということなんですね。会社が倒産する理由はいくつもあるんですけども、私が実務でいろいろ体験したことは、それは規律が乱れた時、組織が規律が乱れた時、それが倒産に行くんです。倒産を学問的に順序を話しますと、倒産するためにはその前に資金が枯れます。資金の枯渇というんですね、運営資金ので、資金が枯渇する前は安全性が悪化していくんです。じゃあなぜ安全性が悪化するかっていうと、その前に利益を上げる力が追っていくんです。収益性が悪化するからなんです。で、収益性がなぜ悪化するか、それはそこで働いている人たちの会社としての生産性が追っていくわけなんです。で、なぜ生産性が追っていくかというと、
その原因は規律が乱れるんです。つまり決めたことをやれない、約束を守らないという規律ですね。あるいは経営者が公私混同するとか、あるいは社員が会社の時間を私的な時間に使うとかですね、それもまさに公私混同なんですね。つまりそれらは規律の乱れということなんです。会社を良くしようと思ったら、まず規律をきちっと整えるというところから会社づくりをしていくことが大事なんです。あるいはスタッフの教育をしている方、いろいろな要素があります。で、私はよく会社の経営というものは碁と将棋と同じですよっていうお話しているんです。藤井さんが将棋の世界で若いながら有名になっておりますよね。で、なぜ彼が日本一の棋士になれたかというと、それはいい師匠についたと思うんです。いい師匠について、そこで将棋の指し方を学んだことによって、その基本をのっとってあとは応用していってると思うんです。経営も同じなんですね。経営には経営が必ず発展する石の打ち方があるんです。その打ち方というものを知らないでやっていると、いつまでたっても会社というのは良くならないで、ところがその石の打ち方をきちっと理解した上で、その石の打ち方通りに経営をやっていくと、万人が経営を伸ばすことができるんです。ですから、そういう石の打ち方をプロの方に教えていただくということが一番大事だと思うんです。その教えていただく場合には、重要なことは素直さということなんですね。いくらいいお話を伺っても、素直にそれを受け止めて実践しないと、それは学ばなかったと同じことになるんですね。私どもの関わらさせてもらっている企業でもですね、1000万2000万から数十億の企業を作ったところが何件もあります。その人たちは皆石の打ち方をきちんと守って実践している方々なんですね。まさに、そういう企業は数パーセントしかありませんですね。私の体験でも100件あってもですね、 2-3% でしょうかね。つまり後の 97% の人たちというのは、素直なようだけども自分の考え方を変えないで、勉強してもその勉強したことを身につけないで、自分の考え方で自己流にやってるんですね。壁にぶつかっていろいろ専門家のことを方にお願いしても、その専門家の方の言うことを素直に聞けない。だから経営にとって重要なのは、経営者がいかに素直な経営者であるか。極論を申しますと、素直さのない経営者は経営をやってはいけないということですね。いつもたくさんのコメントありがとうございます。お一つずつ返信はできていないのですが、すべて目を通しております。またコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。合わせて当社はビジネスマナーのセミナーを行っておりますので、お気軽にお問い合わせご連絡ください。連絡先等は概要欄に載せておきますのでご確認ください。よろしくお願いします。